ンさんもこんばんはますまマまママもこんばんはヒサボン、お今から夜来夜来というかあれかニキライだっけニキライをねあるんですよねそうなんでしょね <laughs> コンサさんもこんばんはあありおちゃんもありがとうちょっとぼやけてる こういう問題じゃなくでもあれだよねその人の携帯の電波とかでなんか人によって高画質だったりボケてたりみたいな感じかなもしかして友人さんもこんばんはですありがとうございます来てくれて今日はオフでしたもうオフがましばらくないわけじゃないな別にないわけじゃないけど明日はあるので今日は 普通にゆっくりしましたポ <laughs> リッピーちゃん今日はまあ十五分はまずやってそうだな、三三十分ぐらいは全然フフ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 ーフフフフ愛媛フフフフ好きなとこフとフフフ 住みよい <laughs> 住みよいです <laughs> やっぱ愛媛に住んでてよかったなってすごい思うかななんだろう人も優しいし自然多いけどまあ全然買い物できる場所はあるっちゃあるので、うんまあ、東京の方がいろんなものはありますけどねだからたまにこっち来ると楽しいですねとってもあたけるくんハートありがとう。 郎さんもこんばんは。ですこんばんばはレイピョン愛媛いいい愛媛よ、ね、大好きありがとう嬉しいなんかあの結構ディオペンさんとかでさ「あの愛媛行ったよ」とか「愛媛行ったことあるよ」っていう人が「すごい良かった」って言ってくれるけんそれはやっぱ嬉しいまあ別に私が愛媛作ったわけじゃないけど <laughs> 自分が住んでる場所をなんか褒めてもらえるとやっぱ嬉しいなって思いますね。うん 綱さん程よく田舎そうまあ東京のねやっぱ東京のメンバーからしたらすっごい田舎らしいんやけど私が話したりする感じだとねこ,このお店がなくてこういうお店があるって言ったらやっぱびっくりされたりとかっていうのがあるのでやっぱ不思議なぐらい結構と、うん、田舎なんでしょうけどまあ全然趣味趣味い <laughs> 全然住みよいですねはいあマジックさんもこんばんは 東京でオフの日は何もしないそのうんでもお部屋清掃はしていただくってしてんして日本語喋れてなかったの今お部屋清掃はしていただきたいんですよまあできたらねでもめちゃめちゃ綺麗でなんて言ったらいいんやろあんまり汚してなかったらまあそんな汚さないじゃないですかまあ別にたった一泊でだからなんか別に清掃もいいかなって時は もう本当に一切外に出ずに引きこもりますけどあのどうしても清掃して欲しかったらとりあえず外出ますね今日はうーんもう今日は11時ぐらいに起きようと思ったんですけどやっぱ私早起きする癖があって8時半ぐらいかな8時半ぐらいに目覚めてもう一回寝ようと思ったけどやっぱスマホいじり出してしまったらそれでもう起きちゃうんですよ。うん、だから そうそうそうなんかそういうのもあってみりりでベッドとか使ったら直したくなるえわかるあわからんかわかるなんかその日清掃が入らんかったら直しますねやっぱ布団ちょっと上げてあのディセッシュみたいなやつかけてもう片してとかはやるけどそうそれで起きてもう目覚めちゃったけど10時半ぐらいまでダラダラして。 で10時半ぐらいからゆめっちゃゆっくり準備して朝ごはん食べてダラダラして昼過ぎに出てでなんか愛媛もあの何て言うんやろうロフトとかロフトとかプラザとかそういうの全然あるんですよ東急ハンズとか,なんかそういうのあるんですけどなんかで愛媛のやつも大きいけど。 ななんだろうな東京には愛媛にはないものも売り寄るかもしれんなと思って東京でもそういうお店行くの好きなんですよ愛媛でもそういうお店行くのめっちゃ好きなんやけどなんかなんかってめっちゃ言い出したらもうえな何かって言い出したらずっとなんかなんか言ってしまうよね私すんません別に口癖やないのにすごい言ってしまうそうななんやろね分からんけど なんか東京は東京で違うんじゃないかなって思って行きたくなってで今日はそういうとこに行ってきましたえプラザめっちゃ好きなんですよプラザとかそういう東急ハンズとかロフトに行くのがすごい好きでやっぱコスメとかもいっぱい売りおるし、まあ、コスメ以外にもそういう、あのー、使い普段使えるようなやつがある県行きたいなって思って、うん、で今日行ってきました しゅうさんあ学校暮らし見てラストアイドル好きになりましたまだ全然にわかないけど絶対握手いきますええー、めっちゃ嬉しいありがとうございますなんかね学校暮らし見てあのファンになりましたって言ってくださる方が結構握手会とかで来てくれるんですよめっちゃ嬉しいけどなんかみんなが求めてた人じゃなくて申し訳大丈夫かなみたいな <laughs> なんて言ったらいいんやろその方々はその方々はさ すごいいショートトカットの私を見てて好きにななっっくださったんじゃないですかで行ったらおんすごい女がおるわけじゃないよ <laughs> だからなんかえんやろかとか思いながら、うん、でもでもすごい嬉しくてそういうのがうん <laughs> って思います昇輝くんあビレバンも全然いきますよビレバン最近韓国のカップ麺とかも売ってますよねあと <laughs> すごいいや女すごい女ってなっていうの すっごいいいいいい女女ってて意味じじゃゃななくてこう女性がいるわけじゃないですかいやみーくんも女の子やけどさこういやりぴょんそうギャップでこうギャップって思ってくれてたらいいけど全然女じゃんこいつみたいになってたらどうしようと思でもそんなにさあのー、別にキャビキャビはあんましてないと思うけんなんか思っとったんと違うなってほどはならんとは思うんやけどうん。 ピロイさんあそうだ髪に恋してるんじゃないよって私が言うたやつそう髪形恋しとるんじゃないもんねそう <laughs> な,ならいいんですけどならいいんですけどそうでもすごいなんかそういうなんか学校暮らしとかで知ってさあの握手会まで来てくれるってねめっちゃ嬉しいもうそんなに好きになってくれたんやっていうか <laughs> 勘違いやったら悲しいけど <laughs> そうって思います でねそうそうなんですよだから今日は私そういうとこに本当にずっと追ってしまう人なんですよしかもなんかその行っとる時お姉ちゃんが連絡取れる時間帯やったけんお姉ちゃんとずっと LINE しながらそうあのどこに行ってもんどこに行っても売り切れてるってうを聞いてた赤リップ赤リンさんの赤リンさんのリップです しかもなんだっけほっとかないでほっとかないでレッドがあってで,でもこれはお姉ちゃんに買いましたえっとね04番私は今日オペラのリップティント買った件とりあえず今日は我慢というか今日お姉ちゃんにだけ買ったんですけどあ再販されたんだそうあかりんさんのリップですこれすごいいいってもちろん聞いてたんですけど ちょっと私はまた今度買おうと思って <laughs> まだ自分には買ってないんですけど <laughs> お姉ちゃんにとりあえず買いました私はとりあえず、まあ、オペラもティントなのでオペラはねオペラもなんか新しくなっとったねそうそうよね結構前に新しくなったって言ったななんか色もめっちゃ増えとってびっくりしたピンクレッドを買いましたピンクを使いよってなくなってでえっ、ー、と何色だっけオレンジ オレンジを買ってあのいつもおおああのいつもお姉ちゃんが一緒にご飯食べに行った時にお姉ちゃんが払ってくれおる件これはもうわしのあそう赤リップカット怖いって言ったらあの,あのおだちんは後で返すけんねって言ってきた件いやこれはわしのおごりやって言てかコスメにおごりって使わんか。それでうん さんお仕事行ってらっしゃい頑張ってね頑張ってまたねオペラはねあのオレンジを今使いよってでもオレンジじゃない色もあオレンジじゃなかったこれコーラルピンクやったオレンジやと思って使いよった <laughs> オレンジやと思って使いよったコーラルピンクでしたオペラえすごいいろんな人にオレンジって言いふらしてしまった私使いよコーラルピンクでしたコーラルピンクをおっとったけん ちょっと違うのをしようと思ってピンクレッドを買いました <laughs> 危なっ今日さピンク系にしようと思ってコアラルピンクと迷ってでも今持っとるやつもオレンジやけど若干コアラルピンクコアラルピンクっぽいしなって思ってピンクレッドにしたんですよ怖自分自分怖いめっちゃもう怖私結構あのもうすでに持っとる漫画本とかをもう一回買ったこととかめっちゃあるんですよ でそれやるたびにお母さんに「あんたそれは漫画に熱中してない証拠や」みたいな「えそんなんて言ったらいいんやろ、ま」お母さんは結構漫画買うのを「もったいない」とは言わんけどそんなになんかどどこがいいいののまででんんけどそういうタイプの人なんですよだから私が間違えて同じ例えば3巻をもう買ってるのにまだ買ってないと思って3巻をもう1回買ってきたりとか。 っていううのをしちゃうことが何回結,結構あって一時期何回もやらかしてしまってですなんかそれは熱中して読んでない証拠やなって言たですい返せんかったでも確かに普通にちゃんと読んどったら分かることないって思って「えっ芸さんハートありがとう」あみんなあるよかったみんなあるんやこれ私めっちゃめっちゃありますこういうの。てか後ろめっちゃいっぱいあって。 これいやろ、ウェットティッシュ。こんなでっかいのリュックに入れてます、いつも <laughs> お。お父さんが、韓国のコンビニで買ってきて、私が韓国行った時も売りおったんやけど、ちょっと迷ってね、断念しちゃったんですよ、安いのに。なんでも断念、なんでも、もう節約しようとしすぎ。やから今日はちょっとぶちあ、ぶちあがりました。そう。ライアン。みりりん、今日も暑いね、にアイス食べた。アイス迷って買わんかったんよ、今日。暑かったね、今日。 もう買い物し終わって帰りながらあっつ今日と思ってもうこもっとこうって思いましたアイスがね私ブリュレが好きなんですよあのコンビニに普通に売ってるブリュレのアイスんなんちゅうのアイスブリュレ普通に名前が分からんないけどなんかそういうアイスあるじゃないですか見たことあるやろみんなあれ買おうか迷ってあどうしようどうしようどうしようってなってでもポップコーンが食べたくなってキャラメルポップコーンを買いましたなんかセブンにあるやつ ブリュレー高いってほど高,高いかなでもちょっと高かったのかなそんななんかお手頃価格って感じではなかった気もするあチェルこんばんはこん,あこんばんにちはやなこんばんにちはでーすうんでもめっちゃ美味しいんよそれがスータンさん鉛がたまらんフな <laughs> っとる今あでもねあのー 言っても何日…ん言っても数日間愛媛折れたけん結構もうそのままひっさげてきとるかな今回は方言をもうさすがにね1か月ぐらいずーっとあの東京におったら結構染まっちゃったりするんですよ <laughs> 残念なことにな,なんちゅうことに分からんけどだけどお母さんと電話したら一発で戻る <laughs> なん なんちゃらしとったから、あ、して、してたから、なんちゃらだったよね、みたいなのを、1か月経つと、恐ろしいことに私が言い始めるんですよ、そういうのを。けど、お母さんと電話しだしたら、あ、ほうなんや、なんちゃらんちゃやったけあ、じゃあね、ってやったら、もうそのまますぐ戻,る戻ります、方 <laughs> <本>言が<語笑>。<laughs> そう。<laughs> 一瞬で、やっぱ、自分の、なんていうんかな。 あのー、原点原点 <laughs> としてあるのは「イオベンやケンそれがこうの方が濃いというか自分の中です,すぐも戻りやすいかなうん「けの用法が分からんマジックさん「ケンはからですねまあ本当に普通になんちゃらしとったケンやけんうんどっか行っとったケンとかもうもう本当にもうケン 逆になんか剣を使わずにしる。喋ってくださいって言われたら難しいうん。なんか東京ずっと追って久し,しぶりに帰ってきてみると、もう家族みんな剣使いよるなって思う。普段何も思わんけど。普段何も思わんけど、なんかふと。なんかえもう剣しか言わんや。あんたらってなる時がある。自分もその剣ばっか使わんやけど。 あ56日目だって56日目ありがとうございますすごいこんなに長く60まで行ったらなんかもううわ長ってなるわもうでに結構長いんやけどしゅんさん自分も香川,香川やから似とるあほんと香川もそっかなちょっと同じ感じかな 香川とでも私結構なんか握手会とかでも関西弁可愛いねって言われるんですよやけどんか関西の方ごめんなさいなんかそんなにななんかなんて言ったらいいんやろうん関西弁にしようとしてるわけじゃないんですけどその自分の家族いやお母さんかなお母さんとか私が結構なまり方が関西イントネーションっていうのかなが関西っぽい時があるらしくって。 それが映ったんかよくわからんけど、なんか県とか使いよりとかは伊予弁全然伊予弁なんやけど、なんかうん関西よりちょっと似とんかな関西弁可愛いですねって言われてああこれ伊予弁なんよみたいな感じ、つうんやけど <laughs>、そうなんですよだから全然なんかなって言ったら私はもうなんなんて言われてもまあまあ嬉しいは嬉しいんですけどねうん。 でも似とんかなちょっと似とんかもしれんまあね方言っていろいろあるけど「大喜利」って言うとこが「大喜利」って「大喜利」とか「土貝やねん」とかあっ土やねんとか言ってしまう結構「度がいやねん」好きです私「度がいやねん」めっちゃ好き <laughs> えってか「度がいやねん」より「がいって使いますね私結構なんか。 あ LINE とかでお母さんとかに服服屋さんにおる時とかにこの服どうかなって思った時に写真を送って「どがいい?」って <laughs> 思る気がする <laughs>「秋太郎マナティーと話しやすい方言に似てるからあっマナティーでもマナティーはなんかがっちり関西弁って感じするけんこっちからしたらねするけんさ」 似てないことはないけど全く一緒やなとは思わんくってなんかね桃子がね私と方言似とるらしいんやけど桃子はちゃんと方言を抑えれる人なんですよ多分多分ねいや分からんけどなんかあざしよりはなまってない気がするどうなんやろえマナティーは何て言ったらいいんやろ普通に話しやすいその関西弁同行やなく普通にまあ話しやすいは話しやすいけどそうそう まなちゃんこんばんはーありがとうございます来てくれてーこんばんはですあハッピーターンさんもお疲れ様おお仕事帰りお仕事帰りまだ全然明るいんかな今ねまだ全然明るいんですかまあまあ全然明るいかっていうとそうでもないまあまあ明るいかもうだんだん日が日が長なってきたっていうんかな 日が長なってきたんよねっていうねうん。ライさんもこんばんはですありがとうございます今日の空は今見た感じではあんま晴れてなかったかな昼間は晴れとったけどすごい昼間は晴れとったけどねうん。横井さん秋葉原におるん秋葉原明るい秋秋葉原ですよね私秋葉原って言って でも秋葉っていうじゃないですか。何か,んんか何がいかんないかんのっいうかどっちが正しいんか分からんけど分からんかったんやけど秋葉原が正しいんやね。えそうよね。秋葉原よね。何かね何年か前に秋葉原って言って笑われました。うん、秋葉原。しゅんさんラストアイドルみんな可愛いから推しが決められないよ。いやわかるよラストアイドルって普通にめっちゃ可愛いと思う。 なんていうんでも押してくださいとか言って <laughs> ね五十何人もおったらさもうそりゃねでもで逆に楽しそうやけどななんちゅうんやろハーレム状態というか誰にしよっかなみたいな感じにな, <laughs> なんないかな <laughs> そういう感じがするあそう大人サバイバーのゲームやんなかやんなきゃ <laughs> やんなきゃ昨日やろうと思って結局忘れとったんよやらないかなやらないかとかやりたいあ和也さんこんばんはどうもありがとう来てくれて <laughs> ラスアイは可愛い子が多いです可愛い子が多いけどなんやろう系統が偏ってないというかうーんいろんな系統の顔がおる気がするんえ分からんけどうん まあ、いろんな可愛い子がおるんやけど、よろしくお願いします <laughs>。よろしくお願いします。あの、毎日配信楽しんで、楽しんでますっておかしいな。楽しんでいただけるように。K さん、えゲーム配信とかね、しようって思ったんですけど、あの前話したように、スマホが、 配信用に使い寄ったスマホがなんかおかしくなっちゃったんで今その普段使い寄るスマホでやりよんよやけんなんかしながら配信っていうのができないんですよチクシャーってなりますね本当にそう私ねあの音ゲーはねやったことあるはあるんですけど得意だったかは覚えてないなんかゲームうまい人 下手なな人あるじゃないですか自分がどっちにあ絶対上手い人には入らんないけどどうなんやろんーゲームはねす好きやった昔の方が好きやったなみりりんリズム感ないからリズムゲーム向いてないあそうかリズム感がやっぱいるのかああいうのってえリズム感いるなら絶対無理よえこういうその何て言うんかなスライドしたりパッ そういうこうさくくん音ゲーめっちゃむずいあそうなんやなめてましたそうなんやってやったことあるわでもめっちゃ前にや一回ハマってやりよったんよね誰がしよったんやったっけお姉ちゃんじゃない誰なんか周りの誰かがハマっとって一緒にやった記憶があるんですけどうんそういう がありましたね、どんなリリズズムムムムゲゲーーが好きえどどんなリズムゲームえどんななっていろいろあるんリズムゲームってなんか私のイメージでは3つぐらいレーンがあってこうボタンがパン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 って出てくるみたいな <laughs> んそういうあれかあれもあれも昨日話に出てきたやつなんて言うっけリズムのゲーム DS とかでやってたあれもリズムゲームっていうんか まさん今ローソンでアイス買ってきたああいいなえどうしようアイス食べたいなあでもそうでもないかなでも何か食べたいですな,なんかは食べますもちろんなんかは食べますけどあリズム天国だリズム天国リズム天国もリズムゲームに入るのかそうだよねうんリズム天国リズム天国いろんなのあったよねなんかこう卓球の なんかピンポンのなかったっけああいう違うなかったかな <laughs> あかりたんこんばんはーありがとう来てくれてゆいし今からすき焼きを食べますいいなあ私でもねすき焼きね昔あんま好きじゃなかったんですよ今全然でもすき焼きってあんま食べる機会ないけんね好きって言えるほど食べたことあんまないんですけどありディオちゃんは夕飯作ってるえ偉、ー、い自炊ですか なんかあれをね自炊する時がないっていうかない,ないことはないけどさっていうかなんかさやっぱり手作りのものの方がいいじゃないですか。ってなってくるとホテルにおる時ってまあコンビニ食しか基本的にねないんやけどコンビニ飲食ってやっぱりあの体によくないよなって思って。 たまーになんか食欲失せるじゃないけど愛媛おる時の方がやっぱめっちゃ食べるすごい食欲が湧きますねうん、まあ、そのままディオンご飯食べたポップコーンも食べたし一応朝もちょっと食べたんですけどなんか何もせん日何も動かん日って食べると罪悪感があるんですよ何 <laughs> んか分からんけどうん食べることを いいことやけん、もちろん全然食べるんですけどあんまりガッツリ食べるとすごい罪悪感が出てくるけんちょっとだけ食べます、うん、ちょっとだけ食べますねはいそうっていうのがあるあなんかあのー、指原さんがあ指原さんにプロデュースしていただいとる時に指原さんに「気になること聞きたいことを聞けます」って言われてで なんか私,私は聞かなかったんですけど何だっけなマヒロンが聞いたのかななんか減量体形維持とか減量って指原さんどうやってやってますかって聞いたんですよそしたらその時に指原さんがた何もしない日は食べないで何か動いた日とかは食べるって言ってた気がする確か、うん、でも本当にそうだなって思ってやっぱ何もしない日何も動かない日って消費しないじゃないですか意見。 でちゃんと動いた日はやっぱ食べた方が筋肉もつくし確かにそうだなーって思って<ん>ミりマンさん今日はこれから友達と夕飯パフェ食べてくるいいな行ってらっしゃい私のめっちゃ好きな組み合わせ私もねご飯食べたらその後パフェもパフェがある店やったらパフェも食べちゃいます結構ご飯がいくご飯でいくらお腹いっぱいになってもお腹空すくまで食べてで食べます <laughs> っってやっちゃうかな、うん、だからそうそうそうなんか食べなかったら、まあ、それ痩せるじゃないですか食断食したら痩せて当たり前じゃないですかでもそれってなんか一時的に栄養が足りてててななくて痩せてるだけみたいな私一時期ダイエットしようと思っていろいろ調べてたんですけどでも確かにそうだなと思ってだからや,やっぱちゃんと食べてでちゃんと運動して筋肉つけて。 痩痩せせるるっっってていいううのが一番いいだろうなっては思ったた、うん、断食したらまあそれ痩せるじゃんでもそれ栄養がなくなっていってるって思うと体にはよくないよなと思って私はなんかそういうの,その痩せすぎとかで入院したりとかがあったんでだからそれからはねあんまりやりすぎないようにしてますでもこういうお仕事しよるけんやっぱ痩せてないといけないよなっていう気持ちから食事制限たまにしちゃうんですけど。 あんまやりすぎないようにしてるもう本当にもう健康第一ですから <laughs> 健康第一すぎてそれが一番、まあ、そのまま昨日家族で焼き鳥食べに行ったえうらましい私焼き鳥結構好きなんですよあ焼き鳥とか串串串かつとかっていうのかなめっちゃ好きなんやけどあんま行く機会ないなんか私ご飯食べに行くってなったらね基本的にファミレスか 寿司ロとかかそういうい回転寿司かたまーに焼肉って感じなんですようんなんか決まったとこしか行かんくってでも全然そこで満足やけんそこら辺んい,いっちゃいますね「ぼんじり食べたいぼんじり食べたい」エビワンタンさん「たれ派塩派えー、でもなんかあっあれですねあのぼんじりは断然タレが好きです てかタレしかないと思っとったんやけど、どっかのコンビニで、ね、塩があって食べたけどやっぱタレの方がうまいなーってなりました。うん。ゆごとさん寿司寿司郎行くんだね。え全然寿司郎が一番行くかな。すす寿司 <laughs> 寿司の中だと寿司郎が一番行きますね。東京でなんかあのなんだっけな一周年コンサートの終わった後だったっけ？家族が見に来てくれとったけん家族と あと東京におるお父さんの同級生の方と一緒にご飯行った時にあのー、すごい高,高級な高めちゃめちゃすごいとこじゃないけどなんて言ったらいいんやろ回らない回転寿司屋さんだから回らない回転寿司屋さん。<laughs> 矛盾しとる矛盾しとる。あの回らない寿司お寿司屋さんっていうんか。 <laughs> 全然面白くないかごめんなさい私結構自分に自分につぼっちゃう甘い人間なんですごめんなさい <laughs> 回っ<な> <laughs> まあの回らないお寿司屋さんですよだから回転寿司より結構高級なお寿司屋さんに連れてってもらってすごい贅沢で。 しして美味しかったですでも私は全然やっぱ回転寿司でも全然幸せだなとは思ったけどなんかそういう1周年コンサート終わりとかそういう時のなんかお祝いじゃないけどご褒美みたいな時にやっぱこういうとこたまには行けたらすごい幸せだなって思いました、うん、でも回る回転寿司が好き回る回るって言わんでいいよ回,回転寿司がもう回っとんやけどそう回る <laughs> あじゃあ回らないお寿司屋さんあのもうすごいいい どっちも好きですでも回転寿司で全然満足だなとは思ったけどんケイナイトさん寿司で何が好きサーモンもう私は本当に普通の人なのでサーモンが好きです普通の人んかサーモン好きな人多くないわ分からんけどマグロとかそういうのよりサーモンが好きな人多いイメージあるんですけど私は断然もうだからサーモン系あとサーモンとエビとかあとポテトとか結構頼んじゃいます あのー、サイドスシロー、ねうん、でろに行ったら最後にアイスブリュレーアイスブリュレーを食べます京香、うん、<laughs> ちゃんあいイクラも好きイクラも食べるなんか昔はキュウリを誰キュウリを家族にあげてたんですけど最近はそのキュウリと一緒に食べるのが全然美味しいなって思って食べますえなんかめっちゃ小食って思われとるけど全然 食べるんですよ私本当に本本発揮したらね本当にリアルな話例えば全然余裕ねあのう、ー、んそうだなオムライス食べた後に大きいパフェ大きいって言ってもそんなジャンプパフェみたいなやつじゃないけど、まあ、普通のパフェを1人で平らげれるしご飯とハンバーガーハンバーグじゃないご飯とハンバーグのセット食べた後にパフェも食べれるしえ何皿食べれる 何皿食べれるっけえ何皿食べれるっけ私寿司ね多分私10皿とかだっけえ十10じゃなかったかなひめりと行った時にどっちも10だった気がするんやけどん昔4皿ぐらいしか食べれんくって最近やっと10皿ぐらい食べれるようになって,てでも10皿はあれですよねなめてますよね多分もっと食べれる人おるよねお寿司はねやっぱね米でも米好きなんやけど 10じゃ甘いっしょあっ10すごいほんとすごい嬉しそう私 <laughs> あのそうあっみちバイト行ってらっしゃい頑張ってねこんばんはありがとう <laughs> 私結構そうた食べれると思うあやっぱすごいよねそうだよねだからほらーって <laughs> とか言って十皿じゃなかったらどうしよう。だから、多分標準が七皿で、基本的に七皿で。うまくいけば、うまくいけば、調子良かったら。てか踏ん張れば十皿全然いけると思う。んです。十皿いける。で。 あの別腹っていうのも最近分かってきましたなんかお母さんとかお姉ちゃんがご飯食べ終わった後にお腹いっぱいやのに「スイーツは別バラよね」って言ってスイーツとか選びを見て「えー、どこ別バラってどこに何それ?」って思いよったんやけど最近はすごい分かるようになりました別バラっていうのがやっぱそれは別物として全然食べれるうんすごい羨ましがられとった昔は私が別バラっていうものがないけん もうご飯でお腹いっぱいでスイーツを食べたがらんけんさそう別腹はありますねうん今日はじゃああと10分やるね十五分まで45分までごめんねいつもちゃんと決まってなくて45分までやりますスイーツは別腹なんですけど私スイーツは全然食べれないです正直マカロン好きって言いよるけど普通に前も言ったけど1個ご褒美で食べたりするのが好きなだけで 無限に食べれるかって言ったらそうじゃない無限に食べれるのはもう普通にもう枝豆とかですね <laughs> 枝豆とかあとハッ,シュハッシュドポテトも好きやな、うん、あとお母さんの卵焼きあお父さんの卵焼きも好きやわ、うん、甘いものは好きやけどちょっとでいい本当にケーキもあのー、三角に切ってもらってその一人サイズに してもらったやつを一人でで食べきれないです家族でハーピーバースデトゥーというーした時も一人分のケーキ食べれんくっていつも他の他,他の家族とお母さんたちに食べてもらいます、うん、だからそう。たけるくん絶対将来酒飲みやん <laughs> 確か <laughs> え絶対大丈夫それはない枝豆って無限にいけるくないでも枝豆は本当に無限にいけると思う枝豆と ななんだろうなやっぱ無限にいけるのってあるじゃないですかそういうの正きくんどこのポテトが好きあのねえあれどこかわからんけど細いのがめっちゃ無限にいけるもうもう細いやつもうすぐ細いやつカリカリのあるじゃないですか太いのは逆にあんまり食べないですハッシュドポテトとそういう細いカリカリってなるやつが好き あと、ポテト、もうマックの、もうマックのポテトはもう普通に、普通に美味しいですね。うん、マックも好きよ。マックの、マクドのポテトでも、あのー、カリカリしたやつ好きですね。結構細くてちっちゃいやつとか、割と好きやな、うん。そういうのあります。みさこちゃん、今マックどのサイズでも150円。見た。クーポンある。クーポンのやつで見た。 なんか結構やってくれよるよりね頻繁にそういうやつ私マックはねもうマックフルーリーが大好きマックフルーリー大好きです、うん、マックマックって言ったけど私マクドの方が落ち着くマクド割とさいろんなとこあるじゃないですかだからなんかホテルとかにおっても別にコンビニ以外にもいろんなお店あるっちゃあるんですけど一人で行くの勇気いるけいけないんですよねうん マクドもまあ持ち帰りねえ全然マックフルーリーめっちゃ好き私、うん、あのー、超オレオ食べます私マックフルーリーの超オレオの方割と食べる、うん、生翔くん昨日マックのポテト食べましたいいなーマジでマクドのポテトは本当にいくらでもいくらでもいけますねうんポテトも結構無限に いける気がするうんそうそうあんたさん「ファミレスもお持ち帰りできる」あなんかガストで見てびっくりしたガストでお持ち帰りできるんやねびっくりそれはそうそういう時代になってきてるらしいですえもぴーさんこんばんあっいけぼこんばんは,あ,こんばんはありがとうございます来てくれてそうユングさん「無限ポテトは胸焼きするやん」確かに あれよさすがに飲み物ないと無理ですなんか飲み物なしにポテト食べたら本当に後でめっちゃ飲み物が欲しくなりますねあとシェイクも好きシェイクも好きバニラとチョコかな基本的にバニラかチョコなんか私おかしいんがねなんかいっつもシェイクを頼んだ時にチョコレート味を頼んだのにさつまいもの味がしたりバニラ味頼んだのになんかチョコレート味がしたりとかするんですよわかるかな気持ち間違えてないよね え、ね、いつも。え、間違えとるやん、これ。ってパカって開けたら、ちゃんとチョコレート味は黒、黒茶色いし、バニラ味は白いんですよ。<laughs> え、めっちゃある。だってすごかったもん、この前。もうチョコレート味何回飲んでも何回飲んでも、さつまいも味だったんですよ。すごいさつまいも味やった。おかしいな、あれ。本当に謎。なんだろうな。この前飲んだ時は、バニラ飲んだらちゃんとバニラだったんですけど。 ななんでなんでだろうね、うん、そういうの <laughs> あるもんなのかな, <laughs> あるもんな,のかなよくわかんないけどなんかその時に確か紫芋かなんかのシェイク期間限定でしようってなんかそれに引きずられた引きずられたんかな自分が引っ,張ら引っ張られたんかなマス、まあ、ままじゃがりこじゃがりことじゃがビーどっち派あ断然じゃがりこ断然じゃがりこ ジャガビーはねほとんど食べたことないですねほとんど食べたことない多分なんか家にあってもあんまり食べないですねうんうケインさんケインさんハートハートありがとうございますそういうのあるよねジャガビーーのバター醤油 じゃバター醤油クソうまいあー見たことある見たことあるだけいや美味しいとは思えんやけどなんか食感というかなんていうんやろうなそういうのも全体的にじゃがりこが好きですねあと4分だあと4分ですマジックさんじゃがりこ種類多くていいよねえじゃがりこめっちゃいろんな種類あるよねあのー、なんだっけ明太もんじゃだったかなあれ美味しかった あと普通にたらこバターか。えたらこバターだっけたらこバターと普通の3つの味だったらサラダが好きですね。うん。っていう。モーリーさん。え、そう、じゃがりこの細さの方が好きですね。じゃがりこの細さが好きだな。ポテチもう食べるよ。ポテチは幸せバター味とか。 あ、あれなんですよ。その時による甘い感じの、なんか甘い味のスナック菓子が食べたいって時は幸せバター味にするけど、私結構唐揚げ味とか焼肉味とかたまにあるじゃないですか。なんかそういう。ああいう味がめっちゃ好きで、なんかそういうのがあったら結構食べるかな。なんかそういう、そういうのあんじゃん、いろいろ。 なんか結構そういうういいののに目がいっちゃうあの結構凝ったさどこどこさんなんちゃら肉味みたいなある,あるやんかそういう <laughs> なんかそういうのに釣られたりとかしちゃいますね横田さんわさビーフわさビーフって聞いたことあるぞ辛いやつか辛いやつみたいなやつ辛いやつみたいなやつ絶対無理なやつじゃない私 え片揚げポテトも好き片揚げポテトのブラックペッパー好きですねなんか結構ねあの高校生の頃にこ高校時代にんまあもう本当つい最近ですけど <laughs> 友達と <laughs> 食べた記憶があるあのブラックペッパー味みんな周りがみんな好きでうんこうじさんうまい棒好きですようまい棒好きやけどああのあれうまい棒の で思いい出すのおかしいけどコーンポタージュの味が味じゃないお菓子がめっちゃ好きやったコーンポタージュ味のスナック菓子黄色くてあの青のりみたいなのついてるやつめっちゃ食べたくなってきたあれでもたまにしか見かけん気がするえめっちゃねえわかるあれめっちゃ好きやった本当にあに好きな お菓子ランキンキグに入るぐらいめっちゃ好きでしたあれすーごいおいしいあつのじいさんもこんばんはありがとうございます来てくれてああとあと1分だあと1分だあのねあのねって <laughs> 食べ物の話ばっかりしたけどねあももちゃんもこんばんはありがとう来てくれてなんかあのなんだっけあそうあ明日 明日も夜配信できると思うので明日も夜来てくださいちょこちょこさん d ン大好きありがとうちょこちょこさん,ん名前なので明日もぜひ来てくださいけるくんそういえばラジコ登録したええー、ありがとうめっちゃ嬉しいあ今日ですよ皆さん今日今日21時30分から清原りおのもっとラジコで ぜひ聞いいてくださいもうねうちのおじいちゃんばあちゃんが毎週めっちゃ楽しみに聞いてくれるらしくってなんかいっつも収録行く時にそれを思い出して今日も頑張っっっててて面白くしゃべろって <laughs> 思ってますねみんなもういつも聞いてくれてるんやなって握手会とかで聞いてて思うんですけど今日もね聞いて感想とかもぜひツイートしてください見るので。 はい。じゃあ、ありがとうございました。また、明日の夜、あ、とりあえず、今日の夜ね、声で会いましょう。<laughs> ありがとうございました。終わりまーす。またねー。